カソ。好きな言葉はありがとう。どうして？ありがとうはあったかいから。好きな食べ物は、おかゆ。苦手な食べ物はピーマン。いっぱいある。好きな異性のタイプは、優しい。苦手な異性のタイプは自分みたいな男の人。趣味はゲーム。特技はスポーツ。どんな仕事してますか？ YouTuber。 癒される時はどんな時？寝て夢の中が気持ちいい時。好きな音楽は洋楽、K-POP、J-POP。 ペットは飼ってる？飼ってない。行きたい国はマレーシア。好きな数字は2。恋愛で一番大切なことは相手を思いやること。似てる有名人はよく言われるのは水原希子ちゃん。人生で一番辛かったことは？そんなに思ったより辛かったことはない。好きな花は？ガーベラ。好きな色は？赤。香水は何を使ってる？ブルガリかな。好きな季節は？冬。小さい頃の夢は？ケーキ屋さん。今の夢は？しゃべくりセブンに出ること。欲しいものは？金。家に帰ってまず何をする？パンツを脱ぐ。嘘やじゃあのパンツって言ったらそのパンツじゃない、あの上に履いてるパンツ。ズボンやろ。あ、そうそうそう。出てくれやん。パンツや、パンツ。お風呂でどこから洗う？頭。チャームポイントは？口のでかさ。褒められるところは？明るい。長所は？優しい。短所は？怒りっぽい。睡眠時間は？だいたい8時間はしっかり。生まれ変わったら何になりたい？水木青ちゃん。うん。好きなレストランメニューは？コーンポタージュ。好きな焼肉屋のメニューは？ネギ塩薄いめのタン。好きな寿司屋のネタは？かまとろ。好きな車は？全然何でもいいから K で。あれ、違う違う、あったあったあった、アクア、アクアが好き。どんな性格？チャランポランナー、イエイイエイ。異性の好きな表情は？なんか真面目なとこからでニコって笑ったこの目のあった瞬間のあの眼差し。異性の好きな仕草は？仕草は分からんけど、階段登った時の足首の見えるあの筋がすごい好き。異性の好きな体の場所は？あの階段を登ったのに。好きな人と行きたい場所は？天国。友達と行きたい場所は？マレーシア。尊敬する偉人は？偉人って異なる人ってことは男の人。何偉人って何？待って、偉人って何？怖い怖い怖い。昔の人。それも合ってんのかな。当てる。じゃあ特におらんけど、ただ単にか名前がかっこいい坂本龍馬。もし3億円手にしたら？3億円手にしたらそれを全てまたお金に変える。自分の好きなとこは？マジ？いや、好きなんだ。全て。自分の自慢は？親友の好きなところは全てを受け入れてくれることから。自分の自慢は？口のでかさ、こんなにもでかいで。ガオ。くすぐられると弱い部分は？ここ。今はどんな服装？紫の服装に短パン。涙もろい？いや、親友よりかは涙もろくない。どんな泣き方？ああ。こんな感じ。泣きそうになったら我慢する？する。よく笑う？笑う。どんな笑い方？どんな笑い方？好きな笑い芸人は？ネプチューンさん。毎日食べるとしたら？おかゆ。好きなドラマは？いっぱい、特にない。好きな漫画は？ワールドトリガー、ブラッククローバー、終わりのセラフ、いっぱい。好きな映画は？名前が出てこへん。ほら、ノーラン監督の。これ！他人に言われて腹が立つことは？特になんかも。泳げる？泳げる。好きなお菓子は？チョコレート。好きなケーキは？タルト。いちごタルト。好きな野菜は？ブッコロリー。好きなフルーツは？いちご。冷蔵庫にいつもあるものは？卵。一番最近買ったものは？お肉。何曜日が好き？うわー、木曜日。好きなキャラクターは？ドラえもん。つい買ってしまうものは？食べ物。生で見た芸能人は？綾瀬はるかさん。怒るとどうなる？暴れる。今目の前にあるものは？カメラ。今日最後に人と話した話題は？今日最後に人と話した話題はっていう話。クリスマス。ということで、睡眠時間は？8時間か9時間。今まで見た夢の印象的なものは？隕石が降ってきてほんまに隕石が落ちてた。落ち込んだ時の立ち直り方は？とりあえず泣く。明日はデート、どんな心境？ドキドキワクワク。好きな人に冷める時はどんな時？気持ち悪い時。
遠距離恋愛平気？平気。浮気許せる？許せない。束縛大丈夫？大丈夫じゃない。入浴時間は？1時間。最近友達と行く予定の場所は？神戸。最近楽しみな予定は？今からのみ。持っている服は何色が多い？白、黒。好きな模様は？ボーダー。待ち受け画面は？はい。占いは信じる？信じる時もあれば信じない時もある。集めているものはある？両思い切符。今全然ないけど。明日の予定は？ポコちゃん。今我慢してることは？飲みたい。好きな雑誌は？雑誌はない。これにハマってます。アニメと漫画とゲーム。今まで頑張ったことは？人生生きること。よく行くお店は？ブー。嘘。行かへん。スーパー。S? M? 真ん中。どんな子供だった？恥ずかしがり屋な、可愛い、めちゃめちゃ可愛い女の子。今叫びたいことは？なあ。今から何をしますか？お酒を一緒に飲みます。終わり。あった、初めての100質問楽しかったということで、おしまい。キュッ。好きな言葉は？ありがとう。どうして？ありがたい。そう、胸がドキドキする。やめる、ちょっと。やばい。趣味は？なまらないこと。言うのやめて。すまへん。やばいな、ちょっと。やばい、なんかやった。なんだっけ、趣味？もう一回行く。おしまい、キュッ。